強制競争事業電撃障害者創作創造プロジェクト mc を担当しています清水博ですまず最初に事業担当の中野の方からご挨拶させていただきます中野さんお願いしますはいこの事業を担当しております神奈川芸術劇場強制競争課の中野敦史と申します全市会2月21日 ににに予定しししててておおりまままたたた番組の中止につきき、えー、めに説明とと詫びをさせていただきたいと思いだ思す、えー、楽しみにされて、えー、いただいた方々には本当に申し訳ありませんがあ私たち劇場スタッフの進行の不備によって中止とさせていただきました、えー、バッカーズの皆さんやそれからスタジオ空間の皆さん出演予定されていた熊谷正彦さんやパフォーマンスラボの皆さん アーティストのシビットさん、飯塚聡監督、それから司会の清水さんにも多大なご迷惑をおかけしましたけれども、このことよく反省して、これからの授業につなげていきたいと思っております。今日は予定通り、最終回としてこのシンポジウムを行わせていただきますので、どうかあの授業の未来につながる、皆さんの未来につながる話をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それれでではは清清水水さんよろしししくお願いいいままますす、はい、改めまして司会の清水博史です、ま、ずこれどういう 配共生競争って何なのかっていうと、まあ、共に生きるってことですね障害者の人と健常者の人が一緒に生きるで競争、一緒なんか作るっていうようなことで始めましたこの競争ってことでアートを通じてですね障害者の人と出会えないか一緒何か考えられないかっていうことでやってきましたで え前にやった2回はですね作品を作りました、えー、コラボしましたでこれから何ができるかなっていうね希望の話と未来の話をちょっとねささやかですけどそういうことを共有できたんじゃないかと思ってるんですがやっぱり最終回、えー、きちっと現状今本当どうなってんだって共生社会っていうんですけどどれぐらい共生社会なんだよとでどれぐらいこう変わろうとしてるのかしてないのかってことをきちっと苦いこと 厳しいことも話していかなきゃいけないかなと思いまして今日は福祉施設の方に来ていただいて一緒に話をしたいと思っています、えー、バッカーズというね集まりがありますこれは福祉施設の方の有志の方が垣根を取り払って、えー、一緒にいろんな話をしようよもう垣根取り払っていろんな話問題点とかこれからやることとかっていうそういうい自由な集まりがあります、えー、そのバッカーズさん後でどういう集まりなのかご紹介いただきますけれども今日そちらの方に えー、来ていただいておりますご紹介をさせてくださいまず手前からですね、えー、相模原市でのびやかという施設を運営されてます神山幸男さんですどうも初めまして、えー、相模原市で、えー、生活介護事業をやっておりますのびやかという施設の、えー、職員であります神山と申しますよろしくお願いいたします,ますよろしくお願いします そしてお隣がですね平塚市でスタジオ空間を運営されている、関根本さんですすよろししくお願いしますあの、えー、第3回目が配信されなかったことにつきましては、まあ、バッカーズもちょっと関わってますので、申し訳ございません、僕からもそのお詫び申し上げます。 あの皆さんあのご協力いただいたりそ,その楽しみにされていたかと思うんですけれども本当に申し訳ございませんでした今日はよろしくどうぞお願いしますよろしくお願いしますえー、スタジオ空間さんはですね一回目に出演していただいたそうですザ・ <The S 3> はい、ケンティードーナッツの施設の施設をしております,、ねすね、よろしくどうぞよろしくお願いしますえー、それからそのお隣が横浜市旭区にあるカプカプの所長さんです、えー、鈴木礼二さん あ、鈴木ですよろしくお願いしますお願いしますはい簡単にありがとうございましたそれからその隣がですね同じく旭区の窓子工房の職員さんえ裏郷大輔さんです窓子工房の裏郷ですえっ、ー、と第二回の配信の、えー、窓子さんのお弁当作りのダンス像を一緒に作らさせていただきました、はい、今日はよろしくお願いしますありがとうございますそして神奈川県芸術劇場の中野ですはい。い中野ですよろしくお願いしますはい。えっ、ー、とですね えー、まず、これ本当にあの希望とか未来のことを話すって前に、どうしてもこれ、そもそも触れなきゃいけないことがあって、それをちょっと今日触れたいと思ってるんです、えー、これはです、ね、非常に痛ましいことです、えー、でも記憶に新しいことなので、どうしてもこれはちょっと言わせてください、2016年に、えー、津久井やまゆり園での事件というのがありました、これもう皆さん覚えていらっしゃると思います。えー、施設のの障害者の方がですね えー、多数、えー、被害に遭われて、まあ、46人の被害の方あ、犠牲となって亡くなられた方が19人いらしたという事件がありました、でえー、このことは、ですねこの今回のこのプロジェクトのやっぱり原点になっています、なので、えー、希望と未来を語るにしても、ですねやっぱりこの原点のこと、この過去のどうにも重い現実というか、それから今、えー、現実に、 この社会がどうなのかっていう問題点とか課題みたいなことも避けて通れないと思ってますその中からもう1回、えー、どういう作品を作ったらいいかとか希望のことを今日話していきたいという,ふうに思っているんですがもともとの共生の・競争事業の始まりが、えー、どんなものだったかちょっと中野さんのほうからお願いします。はいあのー 今山寄園事件という話出ましたけれどもこれが2016年の7月26日のことですそれから神奈川県は10月にあの神奈川県省ともに生きる神奈川県いうのを発信してその共生社会の実現ということをより、えー、強く発信していこうということを始めたんですねでいろんなところで皆さんあの見られた方もいると思うんですけどともに生きるという大事を掲げて、えー、やってきていますで。これが神奈川県 でえー、同じ神奈川県がです、ね、その2年後、2018年の10月からだったんですけれども、共生競争事業というのを立ち上げました、でこれはあの舞台芸術を中心としたアートで共生、えー、世界の実現を探っていこうという試みですで、私たち神奈川芸術劇場はこれを県から委託を受けまして、その現場実行部隊としてやっているという関わりです。今ちょうど2年半経ったところ ありがとうございますで、ですねやっぱりあのこれ、当事者だと思うんですよ、皆さんね、えー、なので、えー、これ、本当にちょっと、僕からこう言うのってすごく重みがあるんですけど、その山よりの事件っていうのは、皆さんそれぞれにとってどういうことだったのか、えー、どういうふうなふうに捉えられたのかってことをまずちょっと聞かせていただきたいんですね。ここれも順番にっていうことじゃなくてあの 話したい方から順にと思ってるんですけどじゃあまずいいですかちょっと伺ってじゃあ礼二さんはいそうですねあのー、うんとっても重かったのはあのー、私たちはその障害っていうかうん一人一人違ってもいいじゃないっていうことをでその一人一人を大切にするっていうことをね あの現場で実践してきたわけですでそれをあの地域の人に伝えるでそんな発信力はないんでねあの、うん、じわじわとあの外へ伝わっていっているなっていう手応えもあったんだけれどもそれがあの同じ県下であの同じ仕事をしてる人に全く届いてなかったなっていう思いがあるんですね。で あのだからつまりはあの、コミュニケーション、意思疎通ができない人は、あの価値がないっていうことで、あの彼は殺したわけですよ、で殺したというか、うん彼を止められなかったというかあの、殺させてしまったっていう感じがすごくある、あの私はたかだか二十数年ですけど、こういう仕事をしていて、 でうん、だから、みんな違ってそれぞれ楽しくうちの現場では楽しく過ごしているでそのうちの現場はそれでいいしき、まあ、今日来ている浦郷さんは朝日区の仲間なんで朝日区の中でそういうことを伝え合うっていうようなことはなんとかできてきてるかなとは思ってたんだけどもでもあまりに弱いなと発信力もでそれがこんな極端な形で出ちゃうのか。 でそれがあのネット上なんかでは意外とみんなあの表立っては言わないけれどもあの植松さんのほうに、ね、賛同する人も参、まあ、見されたわけですよでそこに私たち何ができるんだろうってで殺されてしまった人たちはもちろんだしあの殺してしまった彼に対してもであまりに何もできてないっていう。 でそのじくじたるというかもう悔しいというか何だろうねっていうところがかなりあの基本にありますありがとうございます、あのそうですね本当その事件ですごく危機感を持たれたっていうあの同じ旭区で施設働いていらっしゃいます浦子さんはどういうふうにこの事件を受け止めたんですか。 はいえっと、僕はまだこの業界全然経験が浅,浅いというかまだ今8年目でこの事件があったのは多分まだ新人だった頃だったんですけどなんかその入っていたての頃ってこういう事件ってその研修とかで聞くなんか遠くの施設で虐待があったとか。 支度勘違があったっていう,なんかもう遠い世界の話だったのがこの日今でも覚えてるんですけど朝起きたときにニュースで神奈川県内の施設でじそういうのがあったっていうのでハッて起きて自分の施設で起きたんじゃないかぐらいごちゃごちゃになって朝すごいパニックに慌てたっていうのをすごい覚えててすごいショックだったんですよねで今レイジさんのお話にもあったんですけどその時に僕もよくネットのニュース見てでコメント欄とか見たときに。 あのいいじゃんそんなのってよくやったみたいなのもちょっとちらっと見かけた時になんか僕は施設の職員として普通に働いててなんか障害ある仲間と普通に接して意思疎通できないだろうができようがそんなの全然関係なく当たり前にやってたことがあ当たり前に感じない人が一定数世の中にいるんだなっていうことをその時同時に知ってそれがすごく引っかかりつつも。 なんかこういう考えてその優勢思想っていうんですかね生産性がない人をどっかしら排除するっていうのが社会の中にあるんだなっていうのを初めてその時感じたんですよねなので単なる一施設職員として働いてるんだけどなんかどっかしら常にこの事件以降何かそこが引っかかりながら仕事してるなっていうのは思っててで具体的にだから何ができるってことも全然 年数経ってんのに、なんか自分の中でも、なんか社会の中でも、なんかいろんな議論はなされてるけど、全然答えはまだ出てないことなんだな。というのは、よく感じるところですかね。はい。はい。ありがとうございます。加納さん、いかがですか。はい。ええー、まあ、この中では、あの、事件のあった相模原で仕事をしているのが、私唯一みたいですので。 えー、本来ですともっと他の方以上に実感を持たなくちゃいけないのかなって、えー、いう気持ちもないわけではないんですけども、えー、まああの福祉の仕事自体個人的にはかなり長い間やってきたもんですからえー、まあ四十数年前に遡った時にあの 一番初め入ったときは障害の方の、えー、保育をしている保育園に入ったので、えー、その当時付き合っていた方というのはもう40代後半になるんですけども、えー、後からその事件のことを聞いたときに、えー、関わりのあった方がやはり数名おられるんですよね。で、えーと その人たちが保育園卒業して10年20年経った後に、えー、私自身はあの仕事場はいくつか変わったんですけども、えー、変わった仕事場の方に30代後半40代になった数名の方が時折こうまあいたずら心みたいなのを持ちながら昔のことを懐かしんで遊びに来る方っていうのがいたんですけど。 実際にその方々が、えー、亡くなられたっていうのを後で聞いたりもして、えー、まあ単純に寂しさは感じましたしなん、えー、でかっていうのも疑問符がついて感じたこともあるんですけども、えー、我々この障害の方々と関わってる中でやはりあの 生きるってことに関して、えー、生きる意味っていうのをどうしてもこう人間として考えがちなんですけども、えー、長い間やってきた中でその生きる意味を考えようとするとどうしても人間中心の考え方になっちゃうのかなって思うので生きる意味を探すっていうことよりも生きてることそのものっていうのを どう我々大事にしていけるのかっていうのを、えー、考えるのがやはり一番必要なことかなってまあ年を取った分そういう感じが、えー、今一番強いですねあのたまたま今私個人的に、えー、犬を散歩させるのに毎日悩まされておりますけども、えー、こういう場に出るのは初めてなので、えー、もう少し えー、きちんとした服とかね、そういうのを着なくちゃいけないのかなと思って、ふとこう見ると、えー、犬の毛がいっぱいついておりまして、あ相変わらずこの辺が私の日常のすべてなんだなと思って、<laughs> まあそれも生きることかなと思っておりますので、<laughs> あのそのままで結構です、生きることの肯定というのもテーマだと思います。じゃゃあ関根さん怒っちゃっちたな っていう印象でしたねでずっとその優生法の問題から、えー、ずっと障害者っていうまあ多分あとで清水さんも触れられると思うんですが障害者っていう言葉も含めてですねずっとこう障害者差別みたいなものがずっとくすぶってるんですね我々のこう世界って。でそれをこうどうするんだどうするんだっていうのは多分その我々のずっと課題だった んですけどその延長線上でまあこういう事件が起こってしまったあ起こっちゃったなっていう感じでしたね。でバッカーズは10年経つんですあのできてでバッカーズはまあんですでなんでその商品企画をしてるかっていうとまあもともとはですね その障害者施設のコーチングアップっていうのがえ日本全国のの施設の課題ですあのいかに、えー、こういった施設で物を作らせてもしくは仕事をさせて、えー、コーチングをもっとアップさせなさいよというのが課題こう、まあ、厚労省が鳴り物入りで。 施設にこう通達を出して我々は一生懸命研修とかを重ねてですねいかにその仕事させるかいかにコーチンアップさせるかっていう課題があってまあ僕もそれを受けてどうやったらそのうちの利用者たちまあもしくはその施設の利用者たちのコーチンをアップできるんだろうかっていうのを考えていたし。 えー、障害をお持ちの方たちの仕事ってどういうことなんだろうかっていうふうにずっと思ってきたんですけどところがですねそのこの築山由り事件で、えー、植松臣が問題にしてるのが生産性なんですね。で生産性のない人は、まあ、その生きる価値がないみたいな言われ方をしているで障害者施設はその生産性を一生懸命 追求してきてきいるその同じ生産性という延長線上にこの事件が起きているっていうことですよねだから全く同じなんですよ我々がこう突き詰めて考えている生産性のラインの上に上松氏がいるわけですよねで生産性って言っているっていうだから厚労省が言ってることも上松氏が言ってることも我々が言ってることも実は同じ生産性っていう言葉の中で動いてるっていう。 そこをね、まあ、バッカーズはいまだにその商品企画できてない、十年経ってもできてないんですけど。あのー、まあ、できてなくて、逆に良かったなって思うんですけど。その生産性、と、うん、あのー、とはなんぞやとかっていうところをね。まあ、今日もちょっと、これから。とても大きなです、ね。いや<て>、そのことは、あれ以来、いろんな局面で、社会でも言われてるし。 で、実は、その生産性とどう取り組むかっていう、ことのジレンマも抱えながら。バッカーズの人は話していらっしゃると思う、はいます。<で> <laughs> そうです。レイさんはまた、いろんな意見があること、を僕は知ってますので、ちょっと。いや、いや、伺いますか。いや,いや、いやそういう意味でね、だから、できないんじゃないかっていう気もするんですよね。あの、そこと折り合いをつける、なんか、本当幻のようなものを。追い求めているような気もするんだけれども、でも。 あのそこの過程でさまざまなことが語られたことも発信しないとだからやっぱり彼に届かなかったっていう思いがでなんか中途半端なものをねなんか製品を作ってそれがまあまかり間違って売れちゃったとしたら世間さん言うように彼はむしろそうだ生産性だって思ったかもしれないだからそうじゃなくあのいわゆる世の中でいうところの役に立,つ立たないとか生産性があるない とかかではないい人間の面白さっていうかだから、菅野さんが言ってるようなそのもう生きてることそのものも、うもう生きてるんだからさって意味っていうよりも意味わかんないけどすごいじゃんみたいなことなんか僕ら、日々出会うんですよ。でもそれって世の中では無価値とされちゃう、それが耐え難いんですよね。で、耐え難いっていうことをなんとか工夫して伝えたい。 でそれは、ね、あの障害者差別はいけませんみたいなお題目じゃないんですよ、あのもう手応えですよね、この人の違いが僕にとっては面白いしな,くてはないし、なくてはならないっていう、だからそれをあのちゃんと伝えたいっていうことで、それってすごくアートともつながると思ってるんですね、はい、生産性ないじゃないですか <laughs>、<laughs> <laughs> でも世の中に必要じゃないですか。 はい、これ聞いてアートの人間はうっと刺さってると思いますね、今日何人か見てると思うんですよね、そこで、えー、とありがとうございます、アートの話になったんですけどね、だからこの生産性ってことのこの言葉の暴力というか、これだからこう自分たちもそれに携わってしまうんじゃないかと、例えばこの、えー、ちょっと僕から言わせてください、その障害者の人の作った作品を売るで、これがもっと売れるようになる。 それで認めさせていくんだっていう流れそのものが生産性を盾にしているっていう世の中の動きと何が違うんだってジレンマもあってだからこの取り組み方っていうのは本当にいやもう難しいなっていう僕も実は3回ぐらいあの顔を出させていただいて中野君と共に感じたことでもあります。今アアーートトののののののお話出ましたこここっっっててていいいいうううととはは現状ジレンマとかあるいは社会の理解っていうのも ままだだだ全然だとで先ほどおっしゃったことの中で、えー、この,、まああの殺人事件が起きたでそのことってもう今ずっとそれに近いことはあるだろうそれにつながる流れの中で起きたことだから突然起きたことじゃないということじゃないですかでこの現状ってそれを難しさを話すと本当に苦しくなっちゃう現状だと思うんですそれはでも知ってもらわないといけない現状なんですよね まさに、人が死なないにしても精神が殺されていたっていう長い長い時間があったってことなんですよ、それが表面化したってことに過ぎないということも言えるんじゃないかと思うんですで、この重苦しい現状、正直これやらないと、話さないとしょうがないっていうところなんですね、だけども、我々作品を作るっていうことをやっている、この作品っていうのは、どんな力があるんですかね、逆にその今、声が弱くなっちゃったんだけど、このアートにどんな力があるんですかね、この現状に対して。 ちょっとそれお聞かせください浦郷さん、どう思いました、この間、あのー、い,いややっっぱりちょっと今動いたような気がしたの、聞いてみたいの、あのね僕らのやってること、ちょっとささやかかもしれないけど、普段お弁当を作っていることそのものをダンスにしたじゃないですか、でその浦郷さんの音楽も使ってね、ねかつて作った、それ、どうでした、手応えというか。 さんはアートってどういう力があるというか思ってますかそうですね、あのー。生産性とかそういう話とはもう我々、本当にそもそも窓とか工房自体があのアート活動とかそういうのを日頃してない事業所なのでまずその土俵にもちょっと立ってないからそのあ議論とかできないのかもしれないけど今回の,そのやった白鹿さんと作ったのってなんかがっちりダンスしようねとかそういうあれじゃないんですよ。 日常の所作がを組み合わせあの映像をもし見て,見ていただいた方がいたとしたらなんかねめちゃめちゃみんなでこうわーって踊ってるとかそういうのでもないんです単にそう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 単にちょっと包丁で野菜切ってるとか扉開けて出てきた冷蔵庫開けた、えー、マヨネーズフリフリしたとかそういうのが組み合わせってるんだけどなんかその皆さんが持っている日常の所作が一つの作品になるっていう可能性をなんか示したような作品になってて。 なんかその辺が施設側としてもそのやるハードルがすごい低かったかなっていうところで表なんか普通にやってることが作品になるっていうのはあのあ意外と簡単なのねって思わせてくれたりだとか、はい、あとはうちのメンバーもそういう表現活動とかする機会を、ね、ち,ゃんとちゃんとというかあんまり提供する機会がない中でやれたからあなんか意外と自分がやったものってなんか作品になるんだとか、はい、なんかあ YouTube で見れるような,なんかちょっと動いただけなのがこんなんなっちゃうのねみたいなのが一つのまた経験になったと思うんですよねそこからなんかまたやりたいなと思って発信する機会になればいいなっていうのが当事者もそうだし施設側もそうだし<ー>っていうのがなんかごめんなさい全然答えになってないと思いますけどいやいやそんなことないですあの皆さんはどうだったんですかあの利用者ののの方はやってみててみとか、YouTube、で見て自分たちの出たち出ダンスの 映像どういうふうにご覧になったゃう?。あ、すごい喜んでましたね。あ、あんなんがこんなんなるのみたいな。あ、た、ちょ、ちょ。ちょっと、あの。まあ、あんなんがこんなつの。ちょっと出ただけだけど、なんかすげえかっこよくなったねみたいなのとか。ああで、また出たいわとかって、やっぱ意見あるんですよね。なんで。ああなんだろうな。 なんかアートしようぜって言ってなんかダンスしたり絵描いたりっていうよりもなんか僕らが普段やってるデジェリーさんが言ったなんか生産性がないようなことでもきっとなんかこういうアーティストの力とかこういう共生競争の事業の力とか借りるとなんか一個あ何,ご何気ないものもこんなに素敵になるのねっていうのを感じさせていただいたかなっていうのがすごくでかかったです,、ね、す,す。 あのー、普段やってることってアートとつながるなっていう実感だったんですよ、お弁当を作るあの工程の無駄のなさというかね、無駄のないって言うと変ですけど、無駄なんですよね、無駄っていうか、それぞれは何も無理してないんだけど、自然に何かみんなで何かを作るときに、ハーモニーみたいになることがもうダンスなんだなと、逆に僕は発見になりましたね、そういう発見があったという、そういう力がアートにはちょっとあるのかなっていうことでもあるんですね、すねはい、中野んなんか言いたそうですけども。いや窓 あの課題でもあったんですけど、はい、なんか幸せなことでもあって、はい、さっき2年半は授業始まってっていうふうに冒頭お伝えしたんですけど、はい、初めは外国から車椅子の人もいるダンス呼ぶとかそういうことでだんだんやっぱりその県の人たちとにいる人たちがやる授業にしていきたいってなった時にあのもうアートに慣れてる、まあ、例えば第1回目のケンティとかもともとすごいっていう存在だったんですけどそうじゃなくて裏郷さんと出会ってマドカ工房と出会って。 で3つ施設がある中で見た時にやっぱお弁当作り翌日どうしようかって施設の人たちがすごいミーティングし役割分担したんですよねでその真剣さとなんかこうお互いをフォローし合うような話し合い見た時にあこれなんかならないかなでいつもの強制競争事業は舞台があって発表っていうことを言われてたんです今年コロナだったですよだ映像作品にしましょうっていうこのチャンスも 生か,生かすことができると思ったんでぜひキッチンでやらせてくださいって本当にあのお弁当も私も食べたりして体験しながらそうやって作られたものを経験しながら一緒になってやらせてもらったっていうあのやっぱりあの彼は入れ込む人なので非常に興奮気味であの実際でも僕もちょっと静かに興奮したところがありましてというのは 取り立ててなんか本当になんかハードルを乗り越えてトレーニングして舞台に上がって見せるものばかりじゃなくてなんかそういうものにはなかったものがこれが本当にどういうふうにこう世間とか世の中とか外側に伝わっていくんだろうっていう思いは今でもありますけれども僕自身そのえっと浦郷さんの働いてる窓刃工房の他の施設ちょっと見せてもらった時になんか。 織物をってたんですよもうこれ本当に僕にとって大きな体験だったんですその折り物が美しかったんですね時間をかけたものがそこにあってその作ってる担当の人はいなかった当日ね利用者さんはだけどこのことと例えばダンスとか例えば演劇とかっていうことに何の違いがあるのかなって思ったんですでこの視点って淡い視点じゃないですかなんか。 と僕はそのことで非常に満足勝手にしてたんですけどただそのことを伝えたらどうしたらいいのかなっていう今日その津久井やまゆり園というこのプレッシャーみたいなことがある中でどういうふうにこのことって伝わっていくんだろうっていう思いはあるにはあるんですよね。えっ、ー、とちょっと自分の意見を言ってしまって申し訳ないんですけどアートっていうもので何ができるのかなっていう関根さんどう思いますか 思いますか。アートっていうんじゃなくてもいいんですけど、何をその活路として見出したのかっていうか、どんなふうに思ったんですかね。そのマイクでお願いします。すみません。あの、すみません。あの、園さんの部屋で話してるんじゃない。熱いは遊びました。はい、お願いします。あの創作創造プロジェクトのこの総の字、創作の総の字。 僕、これその、まあ、よく使うんですよねよく使う言葉でこの層の字って緩和時点で調べたらあ知ってますか意味えっと作るっていうことかな<う>っていう違うんです違うんですこれ、ばんあのこうの層の字で、えー、傷っていう意味なんですね。あ<ー>であと 始まりっていう意味なんですで物作るって実はその傷を作るで傷作るだからアートってまあなんかものすごい綺麗なものを作るって思っちゃってるんだけどいや傷をまず傷を作るんだって考えたらいやね例えば 新車買ってねうわあの憧れのポルシェ買ったでバックあのガレージに入れようとしたらこすっちゃったってこれほどショックなことはないと思うんですけど、はいはい、まさにそのアートってそこからその衝撃から始まるっていうかこれね多分そこをあえてそれはうっかりやっちゃったんだけどね、はい、アートってそれをあえて新車のポルシェに <laughs> 傷をつけるっていうことがから始まるんだよっていうことなんだこそこの字の意味ねで僕はさあすげえ意味だなってちょっとすごい話ですけどこれは。であのこれって相当その心もだし痛みを伴うんですよね。すごいショックを 伴うっていうその心の動きもがこそがその一番大切なところだと思うんです、はい、なのでその心を動かしていくっていうことが僕アートの力なんだと思うんですよね、はい、それも大したことじゃないものすごいその超大作じゃなくて傷つけるっていうことからの始まりだっていうことがいや誰でもできるじゃん って思えるじゃないですか、うんはい、鍛錬に鍛錬重ねなくたってあ傷つければいいので、ね、いやでもそんな簡単にできないですよポルシェに傷つけるんですからそんな誰でもできないんだけど行為自体は誰でもできるっていうね、はい、だからそれが僕はね多分アートの。<laughs> <laughs> これね今、しゃべりたくてしょうがないっていう信号がレイジさんからね、確かに今のはね、非常に俺、すごい話だと思うんですけど、これがちょっと真意が伝わりたいところがあります、レイジさん、ちょっとお願いします <laughs> あいやあのだから、ポルシェがなんで高級車かっていう、あなんかスポンサーとか大丈夫ですか <laughs> あの、ポルシェが高級車であるかっていう話で、はい、それって勝手に僕ら経済、資本主義経済の中で価値を。 つけけちゃゃってるわけじゃないですかそのくだらなさみたいなのをすごいですよねそれ自分のでポルシャ買って壊すアーティストがいたらね <laughs> <laughs> なかなか儲からないからそんなことできないけどでも世の中の前提当たり前とされてるものに傷をつけるってことがやっぱりとっても重要なんですよこの「山まゆれ園」に応答するためには。でそれがあのやっぱりこの「共に生きる」っていう検証は。 美名美しすぎて僕ら戸惑うんですね福祉の現場にいるものにしてはあ<ー>でそれはあの本当に県知事さんも別にパフォーマンスとしてやってるわけじゃないはずなんです本気で言ってるんだったらやっぱり障害がある人が画面に出て元気に生き生きとやってますみたいなことでお茶を濁すっていうかなんかそれであのみんな一緒に暮らしてますみたいなことじゃ全然応答にならないんですだってそういうい人は 下手すれば,下手すればうん上松さんからしても価値があるって認められる人たちかもしれないからそうではなくて厄介だなっていうような人でもねでそれはもっと言えば障害者関係ないんですよだから自分と違う差異がある他者それがなんか自分に対してすごい不快である時に排除するみたいな話なんだけれどもその時に生産性っていうお題なんか大義名分があってね それで世の中で今の私たちが作ってしまった世の中では生産性が高いことがいいことだってされていてその中で価値がないってされた人は排除されてもしょうがないじゃないっていう本音がみんなのどっかにある私の中にもきっとあるでそういうようなもの自体に傷をつけていく本当にそうなのそんなに重要生産性ってでじゃあなくても大丈夫なのみたいな極論が返ってくるけれどもでも その生産性だ競争社会だっていうのでしんどい思いしてるのはそういうこと言ってくるあなたなんだいたい上松さんに賛同している人とか上松さん自身も本当生きづらい人だと思う今の世の中でだから何とかマジョリティにおもねって私こんなことまでできますよみたいな極端なことをしてしまっただからそういう世の中を作ってるのは私たちなんだからそこにあの疑って傷つけて 本当これでいいのって言ってくときにアートってとっててとも有用思ったよりアートの役割が大きいなと思ってそうですよ今ねポルシェを傷つけるって言ったことは何かっていうことですけどもこれはまあ勝手に作り上げた先入観みたいなことだったりですよねそ,のそういうイメージみたいなことです本当具体的にポルシェを傷つけてやろうってことはもちろんなくてですね えーまあ、そんな今、気を使った発言する必要もない、もう見てる人には分かると思います、あのー、僕はね、すごくね、あのー、今、あっと気になったというか、聞きたいのは、やっぱりそのずっとお聞きしてて、その植松被告ですね、それに対する、その人に対する、まあ、遺族の方の怒りとかも、もの絶望的な怒りみたいなことっていうのもう。 もう想像できないぐらい大きいと思うんですけど今皆さんにもそれがあると思うんですが今聞いてると植松氏自身も苦しいんじゃないかっていう植松氏自身を助けることもできなかったっていうふうにおっしゃってたのがすごく僕はあの印象的なんですねこれさっき言ったこれ途方もないことなんですけど実際えっとどういうふうに これ僕ら、こんなこと答えが出るかわかんないけど、聞いちゃいたくなるんですよね、どうしたらいいんですかね、本当、僕ね、ごめんなさい、こういうことなんです、聞きたいことって、僕もちょっと揺れたんですけど、僕、バッカーズの,その話し合いに出てる時まあアイアイときに、わきあいあいと、その障害者の人の作ったこのアートをどういうふうに売るかってときに、冗談交じりで話してる中で、必ず何回か訪れる、本当に深刻な瞬間。 があってそれはやっぱり植松被告の話が出るときだったと僕は記憶していて今、こういうふうにやってこれで通じるんじゃないのっていう楽観的な意見が出たときに皆さんの中から誰ともなくでも、その楽観って植松被告に通じる彼に届くのかなっていうことでぎゅっとやっぱり緊張感が増すようなことがあってこのそういうことってテーマとしてもう持ってていいですかね。 彼に届かか、せるっってていいいううううようなことっていうのは、どう思いますかレイジさんいでもそ,それをねだからあの倫理的にとか共に生きるってあんまりのでかい言葉でそれがもう前提のように語られるっていうのはとっても危ういと思っててだって全然そう思わない人が多いんだもん。 この現実の社会の中で,ので美しすぎるスローガンみたいなものに、はい、そうだそうだってなる人が、みんなだったらそんなこと、そもそも起こんない、でそもそも苦しくもないわけだし、はい、だってそんなこと言ってもね、あ私たちしんどいよって、はい、っていいう人に届かないよねつまり、まあ、もうちょっと根本的なこと言うますけど、うん、この強制競争事業、共に生きようみたいなフレーズっていうのは、うん、別に全然そんなに力ないよっていうのは。 あ、あの力ないよ。ある意味、そんなことで物が動くんだったら、<laughs> あ、そうです。ねそうです。それを、だから、あの、そ、そんな、あの、スローガンだけ。言い続けたって、届かない。で、そんなような映像を届けても、全く。だって、見ない人は見ないんだから。で、あの、まどかのは、僕は、だから、スタートとして。 まずはありだと思うんだけれども、はい、あそこから一人一人が見えてきてないじゃないですか、つまりあの一般名詞としての障害者がなんか活躍してるっていう、そのスタートラインですよ、本当に。だけれども、あの出てきた国さんね、僕はあのよく会うけど、彼の魅力とか、ああ、いいなっていうことが伝わるように掘っていくには、全然時間も足りないし。 本当にきっかけが始まったっていうくらいだってあの思っておいたほうがいい、はい、はいと受け止めますあの今おっしゃった時間ですねだからこれはすごく感じられてるとも時間がかかることで簡単に解決策とかよし形になったってことじゃないっていうことをよくよく思わないといけませんよね授業の方も。その ちょっとまず中野さんにもお聞き中野さんはちょっとどうしても矢面に立っちゃうところがあると思うんだけどこの事業そのものに対するちょっとお意見だとも思うんですよ、はい、その強制競争事業っていうのが、まあ、ある形になってるけど一体これ,これに対する僕はちょっと疑問でもあると思ったんですがどううでしょうかあのやっぱり共に生きるって大事を作ってなんかフラッグ立てるっていうことがすごく美しすぎて。 っていうことを私自身も一人の人間として実感するところはありますね。で強制競争事業をやるってことはやっぱり題目を唱えることだけではなくて具体的な個別のやっぱり現場を発生させていくでそこであのその現場で極端に言うともう一人の人とどれだけ向き合うかっていうことを重ねていくことなんじゃないかなって今 伺ってて改めて思いましたそれはやっぱりあの第1回のケンティードナッツやあのケンティアイチューンズさんとかツーちゃんとかあのチームでもそうだし個別でもそうだしそういうこう窓か工房で国井さん事例をやっぱりあの近接して時間をかけてなんかこうどういう人がこう。 様々なコンディションあると思うんですけれどもどうしたら作品できるかなとか一緒にものづくりできるかなっていうことをやっぱりここ別にやっっぱぱりり個別に考えていく確かにね時間がもっっとといるとは思ったよね実際にその出会うっていうことを手間にはしていたんですけど普通に人が出会うのにもそんな簡単に3回4回会っただけで出会えるってことはないからその時間かけなきゃいけない事業ですよね課長。 ねえー、とそういう問いかけだと思うんですよね、うん、時間も予算も、うん、も,うもっともっといるんですよね、本当、本気ならば、だからその、とりあえずやってることでは見えてこないという皆さんからの、とても大きなあのご意見だったと思います、やっぱり本気でやらないといけない、ですそれには時間も人もかけないといけないということだと思うんですけど、ねまあ、すみません、鹿沼さんはずっとあの皆さんの発言をずっとこう書いていらっしゃったんですが。 そのどのようなことを今、お考えなのかというのちょっと気になりましてちょょっっと伺ってもいいでしょうかえっと先ほど、自己紹介したときに最初、福祉に入ったのが、えー、っと保育園障害児保育というところからきっかけとして入ったわけなんですけども、えー、まあ今のお話の流れの中で時間がかかるということも出てましたけども。 我々あの大人レベルの中で、えーまあ、そのどう考えていくべきかっていうのを話してること自体が、えー、現実的にどのくらいの意味があるかなって改めて考えなくちゃいけないのかなっていうのとやはり、えー、とある程度時間を経過してしまった我々人間っていうのがそのレベルで討論しても えー、本当はそんなに意味がなくて、えーとまあ、例えばさっき出てたその生産性中心の考え方なんじゃないかっていうのを我々、えー、と大人レベルで話してる時にそういう考え方じゃない方がいいんじゃないかって言ってても一方で我々が親になった時に自分の子どもに生産性中心の考え方を多分 普通に流しちゃってるんじゃないかなってどうしても思えちゃうんですよねですから我々が時間をかけて、えー、その人としてとか、えー、この時代全体をって考えていこうとした場合にはやはりその、えー、より年齢の低い子どものところからその辺の,そのアートの素晴らしさとか えー、その辺のところが当たり前のように考えていけるような状況を我々大人がやっていかない限りは大人になっちゃったものが考えても多分難しいところはたくさんあるんだろうなって思うんですけれどもはい、はい、非常にこれはあれです我々はもうだめだと <laughs> その大人のはだめだということは非常に重くのしかかって確かにその えとね、もう今よかったですあの、じゃあどうしたらって途中で言いそうになったんですけどおっしゃったことは、あのまあ、すごく次の世代のすごくまだそういういろんなことに染まってない人たちにできるだけいい状況を渡すっていうことだと思っていいでしょうか、おっしゃったことはどうでしょう。そうですねあの我々福祉って っていう名前の中で、えー、障害と、えー、介護と、えー、保育ですかそこが一応入ってますから保育の部分で、はい、もっともっとあの子どもたちが生き生きとできるあるいは、まあ、障害ということも含めて一人一人がみんな違っていいんだっていういい形の意識を持てるような、えー、育ち方ができるような環境を作れればいいのかなと思います。 そういう意味でもまあ、教育ってこともあるでしょうしそういう意味でもアートっていう普通に触れていくそれもでもやっぱそういうアートですよねなんかアートにもいろいろあると思うんだけど何がどうこうね、我々がアートをどういうふうに見極めていけるのかっていうのはありますけれどもいい,いいアートっていうんでしょうかねいいアートって何ですかね何だと思いますかジさん。い,いアート いやだからあのアートのためにやるんではなく僕らはやっぱり福祉の現場の人なのでアートを利用してだから使えるもの何でも使うってことなんですよねあのコメント欄にねアートそのものも万能ではないし届く人も限られてはいますよねって書いてくれた人がいて全くその通りなんですよ。はい <laughs> 全くその通りであの僕らは現場では、まあ、喫茶を使ったりとか本当にあのご近所付き合いであの不用品リサイクルバザーを使ったりとかもとにかく何でも使えるものは使うでそ,のたそれは一人一人を肯定するために使えるものは何でも使うってことなんだけどもでもアートはとっても使い勝手がいいと思ってるだからあのすごく可能性がある機械で企画なので 本当になんかスローガンだけで終わらずに予算もつけてほしいなと思って <laughs> いや、これ大きいですよ、実は大きいですね、でまあ予算を出す仕組みに対して言ってるんですけど、人間ですからね、そこに動いてるのも、やっぱり人間として受け止めてほしいと、えー、僕が言ってるんじゃないですよ、この意見を組んで僕から、ただ代表として、器として申し上げますが、その県でやってらっしゃることも非常にいいことなんですが、だったら本気でやったらどうだという、そういう声を拾い上げました、私が。 <laughs> はい、それでね、えっと、まあちょっとアートのことってちょっと言ったんですけどね、さっきおっしゃったみたいに、多分アートそのものもその目、アートが目的だとするとつまらないものになるなっていうか、だからそれは僕、すごく感じて、僕はアートをやってるかどうか、自分で疑問ですけども、その声を接して、具体的に喜んでくれる人いたりとか、自分にも発見があったときに、なんかやっててよかったなと思う、単純に。そういういことももあるからアート自身も こういうふうに関わっていくことで可能性が開けるんじゃないかなというふうに僕も思いましたね。はい、で、えっと、ここまで来てですね、じゃあっていう話を僕からちょっとお聞きしたいんです、そのなんですかね、僕はまあ今回、中野君に誘われてバッカーズ出たところから始まってますんで、この企画の、えー、知らないことも多いですが、こうやって MC やったり、現場にも行かせていただいてるんですけど、例えば僕、僕は代表とも言えないんですが、 これから関わっていきたい人っていう人が少なからずやっぱりいると興味を持ってで、えー、とその時にやっぱりこのどうやって関わっていいのかわからないっていう人もいると思うしもう一つは、えー、ともしどうしたらいいんですかねそういうのどういうふうに気軽に関わっていいことなんでしょうかあの知れば知るほど重さを感じるところは僕はあって あの足がこう重くなるところもあるんですよこれから関わるっていうのは、アートにですか、障害にですか、えっとそうですねあ、もう一回申し上げます、そのえー、こういう、矯正事業というか、あるいは施設、福祉施設に興味を持つ、今、このさっきおっしゃいましたけど、障害者ってい言い方に、もう抵抗ありながら今、使ってます、健常者、障害者、その言い方しかない現状があるんですよね。 で公の文書では障害者という言い方になってますの方とどういうふうに接していくのか、えー、どういうふうに関わっていったらいいのかというふうに思う人もいると思うんですがそういう人はどううししたらいいでしょうか、えっと、あ私でいいのかな、はい <laughs> えー、個人的には先ほども言いましたようにたまたま長い間仕事を続けさせてもらったので。 えー、私個人は非常に淡々と続けてきた結果今の年齢まで至ってるんですけども、えー、とバッカーズに私個人が参加させてもらってるっていうのはも、えー、ともと私は、えー、関根君や鈴木さんと違って後から一番遠い人間だと思ってずっとあの仕事も含めて生活してきたんですけどもただ、えー、と初めから10年近く セキックの中心としたバッカーズに関わらせてもらってきてるのは、えー、とアートから自分が学べるものっていうのはたくさんあるんじゃないかと思って、えー、関わらせてもらってるような感じで、えー、と先ほど年寄りは変われないって言っちゃったんですけどもただあの、えー、と可能性はゼロじゃないと思うので <laughs>。<laughs> えっと自分が変わろうとする気があれば、えーはい、変われる余地はあるだろうと言ったほうがいいんでしょうかね、はい、ですからそのよ残された余地のために私はバッカーズに関わらせてもらってますし、えー、実際にここ、えー、十数年の中で自分自身がもともと非常にオーソドックスな人間だった部分が多少バッカーズで変えてもらったなって気持ちは非常にありますし。えー それが実際の仕事の中で反映されているとも思いながら今、仕事している部分もありますからですから私だけじゃなくて同じようなタイプの方は世の中にたくさんおられると思うのでえそういう方々はアートを通してえ障害感なり自分の人生感なりが多少変わっていくならえ意味があるのかなと思いたいです。そんなに大事にに、大考えずに ちょっとやってみてみもふいらいっ,、ね、っと訪ねてみたりどうなってるんですかみたいな「こんにちは」から始めていいっていうようなことでしょうかその何かまだ自分は分かってないからっていうふうにどうしても場がないとなかなか自分って変えにくいので、はいえー、きっかけとしてこういうアートの場って っていうのが、自分を助けてくくれる部分分はたくさん、自分の中にはあると思いますし、すね、苦手な人ほど、はいえー、そういう場を借りて自分がちょっとでも変わると,、えー、と話が戻りますけど、えー、生きてることの、えー、と本当の意味っていうのが出てくるのかなと思いますけども。 なんかお話聞いてたらそんなまあ今僕にえ受け止められることっていうのはまあそんなに大行に考えなくていいっていうふうなことなのかなと思うんですがえっとそういうことも含めてこのじゃあこれからんでしょう福祉っていうふうに区切っていいものなんですかねあの福祉って言い方まあ福祉に何ができるのかっていう 言いいい方でいいのかこれからじゃあどういうことが僕らはやっていったらいいのかあまりにも漠然とした問いになるんですけど時間もちょっとね本当さっき言ったみたいに時間がなもっと本当にこれは24時間やるべきことだと思うんですよ入れ替わり立ち代わり寝る人は寝てね倒れたりお酒飲んだりしながらいろんな人出入りしてやるべきことで1時間の中できることあまりにもちょっとね足りなすぎるんです何もかも足りないんですけれどもあえて。 じゃあ関根さん、われわれはどうしていきましょうかっていうか、どんなことをあの、まあ、レイジさんも散々言ってますけれども、その強制競争ってね、あちゃちゃっとやって、ちゃっちゃっと形作って、ちゃんちゃんって終わるものではないっていうか、もう人類700万年生きてきて、ずっと強制競争してきてるわけですよね。で そこそこでこう問題が生じてきたりして修正しながら700万年やってきたと思うんですね。で多分あのこの強制競争事業ってこの先何百万年も続けていくことであってああの来年終わるべきことではない未来永劫続けていくことだと思うんですね。であの 僕はアートってあの英語で調べると非常にこう単純で人工人が作るっていう意味なんですねですごいこう僕はそっちの方が腑に落ちるっていうか人がやった行為は全てアートだっていうふうに捉えた方があのいろんな人が関わりやすいだろうなっていうふうに思うんですけれども。あの 180万年前、これ前、いろんな <laughs> バッカーでも散々話すんだけどよくおっしゃるそう180万年前に人類ケアが始まったんですね。これって僕は僕勝手にあの言ってるんですけどこれは人類のすごい発見だなと思ってあの仲間を助けるって人類だけなんですね、動物の中で,で。万年前に仲間を 初めてこう人類を助けたんですけど人を助けるって何の発見かっていうと僕ね自分の発見自分の存在は俺っていうことを初めて俺って何者っていうのをでもう一つ同時にですね他者お前って何者っていうのを 初めて発見したことだからこそ助自分のことに「あ俺これでほっとかれたら死んじゃいよ誰か助けてくれないかな」って思ってお前を助けるみたいなねで俺とお前が初めてその時に発見されたと思うんですよでそこのケアってあのお前を助けるって要するに それはその自分を助けるっていうことでもあるんですけどあの僕はね自分をその発見して自分をどう掘り下げていくか俺は何者だお前は何者だっていうのを掘り下げていくっていう行為がアートなんだと思うんですね。まさにねケアお前を 助けるぞで俺も助かるぞっていう行為が福祉なんですけどケアなんですけどそこでこうお互い掘ってく自分とお前こそがアートなんだと思うのでいや絵を描くとかね彫刻を作ることじゃなくてお前のことをどう思うかが僕はアートだと思うので日々日々やってること まさにさっきから清水さんが言ってますけど我々どうお前を考えながら生きるかっていうことがアートであり生きるっていうことかなだから何か生産するっていうことはものを作るんじゃなくて自分どう作っていくかお前どう作っていくかっていうこと以外ではないような気がするはいそうですねこの そうなると、何も無理なくつながってくるんですね、こういう誰かをケアすることと、で誰かをケアすることは、われわれ人類がもう昔から持っている心持ちだっていうことと、別に障害者に関わらなくて,て関わるじゃないですよね、そう隣,隣の人、奥さんでいいよ、はい、子供でいいよ、はい、友達でいい。はい、にどう 関わっていくかってていいかうこととだ思んですそれが普通の人間の根本的なあり方でそれは障害者に限らず他人とどう関わるかっていうことはケアでありそしてそれがアートであるということだと思うんです、はい、でそれ考えると今おっしゃってることは誰かのために何かしてるって言いながら自分が何か発見できる喜びがあるっていうふうにも自分を毎日発見できる喜びがあるから。 ま、すいませんちょっとあの巻き込んでしまって、鹿沼さんまた違うご意見かもなって、いう油断しちゃいけないんですけど、そういう、そういう喜びがあるっていうふうにいいでしょうかね、そういうふうに捉えて、そのこれから変わる人間にとってあのつまり、障害っていうのが、一部の人の問題ではなくて、違いがある、ある一部の人だけがなぜかすごく不条理にあの不利益を被ってるっていう問題は、関係の問題なので、一言じゃないんですよ。 で清水さんはすごく丁寧な人だからその関わっていいのかなみたいなことをすごく考えられるけどもうすでに関わってるんです関係の中で一,一部の人が不利益をこもってるんだからそれをとぼけることはできるけれどももうすでに関わっちゃってるそれはもう知っちゃったからにはやるしかないしやるなら楽しくやりたい、うん、楽しくやった方が巻き込める人が多いから、うんうん、そういう技術を持ってるのがアート だと思ってますちょっとね、なんていうんですか、えー、やる気が出てくるコメディだと思ってます。<laughs> スタンダミュニードコメディでもね、そうですね、やっぱり楽しくっていう、本質的に楽しいことなんだと思います、そういう裏御さんも、お話伺ってて、その今、レイジさんの楽しいことってなったときに、うちはまだ初めてこういうことをやって、やっぱきっかけってすごい大事で。 なんか結局、施設側もこういうきっかけがないと先ほどの関根さんのお前は何だっていうところでうちの利用者それぞれがどういうものを持ってるんだっていうのをもともと持ってる枠でしか考えれないと思うんですね。で、まあ、バッカーズ私、全然ここ最近しか関わったことないんですけどその最初に関根さんご挨拶したときにうち弁当やってますって言ったときに弁当なんて別にわざわざやらなくてもいいんじゃないのみたいな話が出たんです出ませんでしたっけででも出たと思うんですよねで別にそういうあの r d るとかそういうのじゃなくて弁当やらなくてもみんなそれぞれのできることからなんか仕事を作っていくみたいなそういう話だったと思うんですけどなのでその施設側も結局 うちは弁当の仕事してるよとかお菓子やってる喫茶店やってるよってそういう枠の中でしか活動できないんだけどこういうアートが入ることによって違う可能性が引き出されたりとかなんかお前は何だって言った時の他その人の持ってる魅力とかをなんか施設側が気づけないところに気づけるのかなっていうのが一つなんか。 僕らみたいな初心,初心者っていうんですかね、の施設にとってはなんかあの入り口としては大事だし、それは僕1人がなんかそういうのがいいなと思っているだけじゃなくて、うちの他のスタッフも同じように、あまた来てもらいたいね、アーティストって思えるとか、ひ、まあ、いて言えば同じ区内の他の事業所とかも、なんか窓かやってるから、うちもやってみないみたいなのがどんどん広がっていくといいなっていうのはちょっと平 <laughs> 和的な感じなんですけど、まあ、そんなのはちょっと思いました。はい、でもそれをお話聞いてると なんか楽しいですねそうなっていったらね楽しみがあるんだっていうことだし今言ったその障害者の問題って言ってるんですけどまあ俺たちそれぞれの問題私たちの問題だしということなんですねやっぱり、えー、そういうことをちょっとなんか僕は今日思いました改めてなんか皆さんそれぞれ何かまだちょっと簡単ではないですがおっしゃりたいことが あったたら伺いたいんですがどうでしょうか今日はこう今日はこうで,こうですねそんなに今日一日で全部片付くことではないんですけど希望のある僕はお話であったと思いますあの苦しいことと喜びと両方のあるお話で、えー、人と関わることは基本喜びなんだっていうことですその中にアートもあるし福祉もあるんだというふうに僕は取りました、えー、ということでですね、えー、とりあえずこの共生競争事業の 障害者電撃創作・創造プロジェクトは、ここで一回終わりになります、今回はね、でも、今おっしゃったみたいに、ここで終わるようなものじゃないんで、それぞれ死ぬまでやっていくというか、死んでも終わらないから、誰かにまた渡していく問題ではないかなというふうに思って、その喜びっていうのをこういろんな人に伝えていけたらなっていうんで、またこれはね、課長、何度も言いますが、またやりませんか、ねえー、っと視線を逸らされるというですね。 えー、いい感じだったんですが、これはね、中野君、最後に、この企画をこういう形にした中野君から。はい、いや,やっぱり、バッカーズのレギュラーの月一遍のミーティングって参加すると、自分は元気になって、もう,もうちょっと走ろうって、毎回思って、その自分の人間としてもそうだし、劇場で働く元気になるんだよねそね。はい。はなんかやっぱりそういうものが今日もあったし、バッカーズに通い続けたいと。 思いますしねあのそれをまた力にして自分の仕事どこまで答えられるかってことを考えながらでも喜びを持ってやりたいと思います,ですね。はい、もう無理に持たなくて <laughs> 出てくるんじゃないですかそれで疲れた時は休めばいいみたいなぐらいな今日本当にね眠い時は寝てりゃいいぐらいな感じのことを受け取ったような気もしますいかがだったでしょうか気軽にそしてなんかじっくりあるいはもうふと思いつきで関わってみたらどうかなと思いますコメントもどんどんやってください お待ちしてますそれで、えー、またこういう声を上げていただいて、えー、いろんなご自分の住んでるとこでも、神奈川県でもいいです、そしたらこういうこと、どん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 広がっていくような気もするし、気軽に関わってみてください。というようなことでしょうか。えー、お時間になりまました、えー、アーカイブででここれ見ることができますから 何度見ていただいてもいいし、いろんな人に進めていただけたら嬉しいなと思った、えー、僕自身はです、ね、関わって、この最後の配信とか、すごくいろんな人に見ていただけたらなと思いますんで、いろんな人に進めてもらえたらな、シェアしてもらえたらなと思っています、でバッカーズは月1回の集まりで、これはいいのかな、気軽に参加してくださいって言っていいですか、やってます、あのどこか何か見れば分かりますかね、あとで、そのアドレスなんかをアーカイブには添付させていただきたいと思いますし。はい えっと紹介のこととかをちょっと添付しますんで見てくださいということです。改めて、えー、ご紹介いたします。えー、っとありがとうございました。あ金間幸夫さんありがとうございます。えー、関根さんありがとうございました。えからレイジさんありがとうございます。えー、浦郷さんありがとうございました。そして中野君でした。皆さんありがとうございました。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。